皆さんはマイクロブックと呼ばれる本をご存知ですか？縦横がそれぞれ1センチ以下の小さな本のことです。今日はこのマイクロブックのできるまでをご紹介しましょう。凸版印刷は1964年の小倉百人一首以降、マイクロブックの制作を続けてきました。マイクロブックは高い印刷技術の証でもあります。新たな世界最小の本を作ろう、凸版印刷のプロジェクトがスタートしました。試作を繰り返して本のサイズが縦横それぞれ 0.75mm と決まり、本のテーマが四季の草花と決定しました。文字やイラストのデザインはこれまでの技術と経験を生かして決められました。大きさが 0.1mm 以下となる文字は再現が難しい漢字ではなく、ひらがなを使い、フォントも一からデザインしました。細部が潰れてしまわないように、従来のフォントでは見られない工夫が随所に施されています。埃をすべて排除したクリーンルーム、この部屋で完成したデザインをもとにフォトマスクと呼ばれる原版を作ります。フォトマスクにはガラスの板が使われます。このガラス板にレーザーを使ってデザインを焼き付けます。この超微細加工技術は半導体の回路パターンを描くために使われる技術です。こうして原版であるフォトマスクが完成しました。次に印刷するための削版を作ります。まず金べらを使って銅版を磨きます。隅から隅まで傷一つなく磨き上げるのに2日から3日かかります。この銅版を観光液につけ観光膜で覆います。銅板の上にガラス製のフォトマスクを重ねます。そして光を当て露光させます。光を当てることによって光の当たった部分の観光膜が固まり、光の当たらなかったデザインの部分が銅板に焼き付きます。露光を終えた銅板を現像液につけ現像します。現像の様子を銅板を断面にして見てみましょう。光の当たらなかった部分の観光膜が現像液によって取り除かれます。現像を終えた銅板を薬の液につけて腐食させます。観光膜で覆われていない部分の銅が腐食し、へこみとなり、銅板にデザインが刻み込まれます。銅板の表面に残っている観光膜を薬剤を使って取り除きます。そして研磨剤を使って表面を仕上げ、クロムメッキを施して削版が完成します。印刷は黄斑構成機を使って手刷りで行います。印刷用の紙には辞書などに使われる滑らかで薄い紙を使います。印刷は黄斑印刷で行うため、版のへこみにインキを詰め込むように塗り込んでいきます。
そしていよいよ印刷です。マイクロブックのデザインが刷り上がりました。イラストと文字が美しく印刷されています。マイクロブックの製本は紙が薄いため、紙を交互に折り込む蛇腹折りにして、このようにページを構成し本の形にします。まず蛇腹折りにするための折り目のあたりを入れます。次に折り目のあたりに沿って紙を蛇腹に折り込んでいきます。縦横 0.75mm。 マイクロブックの製本は熟練技能士の匠の技という超アナログ技術によって支えられています。およそ40分かけて一冊分の蛇腹折りが完成しました。製本用のボンドを背表紙にあたる部分に塗ります。そしてしっかりと貼り合わせます。次に補強紙を貼ります。糊付けされた本体の背を覆うようにパラフィン紙を貼ります。断裁に使うカミソリは2枚の刃を貼り合わせた特別製です。刃と刃の間隔は 0.75mm に設定されています。この2枚刃のカミソリをガイドラインに合わせて本体を断裁します。表紙に使う羊の皮を2枚刃のカミソリを使って 0.75mm の幅に断裁します。顕微鏡で覗きながら断裁した皮を 0.04mm の薄さにします。次に本の本体のガイドとなっていた尻尾を切り離します。そして革の表紙で本体をくるみます。最後に余った表紙の端を切り落とします。
こうして究極の豆本、縦横 0.75 ミリのマイクロブックが誕生しました。最先端の電子製版技術と熟練技能士の匠の技、超デジタル技術と超アナログ技術、凸版のマイクロブック四季の草花は2つの卓越した技術の賜物なのです。